ゾイドに武器をつけたり塗装して色を塗り替えたり、あと別パーツの、ね、ゾイドを取り付けて改造したゾイドの頂点を決めちゃおうっていうねコンテストになります。たくさんの応募の中からゾイドチームがですね選ばせていただきました。栄えある受賞作品を紹介していきたいと思います。ゾイドを組み立てて遊んでるよ、でもまだ改造したことないんですってね、みんなはぜひこの改造ゾイドを参考に改造にチャレンジしていただきたいなと思ってます。ゾイドでもっと遊べるっていうことをぜひ感じてほしいと思います。お家にあるものや身近なものを使って新たなパーツ、そしてジオラマもねみんな作ってくれてますので、ぜひ参考にしてください。それではいよいよですね受賞作品の紹介をしていきたいと思います。どれもめちゃ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 かっこいい作品ばかりですので、期待しておいてください。親子部門、こちらは親子で作ってくれた作品になります。どれも遊び心、そしてね親子の絆が感じられるユーモアのある作品たちばかりです。まずはこちらの作品、そのタイトルは七獅子集結いざ決戦の時っていうねタイトルなんですけれども、こちらもねまさにヒーローチームって感じじゃないですか。そしてワイルドライガーへの愛がねかっこいいですよね。お父さんとさどの色にするってねかなり悩みながら作ったんじゃないかなっていうのが伝わってきます。でもうまくね色ばらけてますよね。そしてこの写真のカットね、エンジンを組んでね縦紙クロークを付け合わせてるシーン、これもね本当にまさに決戦の時っていうね、なんかこうハイタッチとかさグーをこう付け合わせてるみたいなイメージでとてもかっこいいです。特別賞おめでとうございます。続いてはこちらの作品です。ね、お名前がブラックシャークというだけあってねサメノゾイドを作ってくれました。でも元となったモチーフはこのねジルラプター、おそらくね指揮関係を使ってくれてます。これから自作のパーツを使ってサメにね作り変えてくれてるんですよね。ここのね意気込みにとても感動しました。あとねフォルムがねかっこいいです。多分ねサメがすごいね好きなんだと思います。あと土台ですよね、このギルラプター本来ね足をつけて動いてるんだけど、土台を上げることによって浮遊感がすごい出てて、このサメっていうモチーフとの、ね、相性が抜群です。あとすごい、ね、片山ポイントなんですけど、細かいところだよ、ここのねここら辺の見えますかね、みんな見えると思う、サメのエラっぽいねファンみたいなディティールが入ってるんですよ。ここもね高く評価させていただきました。こういう細かいところにねこだわって作ってくれてるっていうのが僕はとても好きです。佳作おめでとうございます。続いてはこちらの作品です。その名もナックル弁慶というね作品です。ゴリラを弁慶にしてくれました。こういうね遊び心大好きなんですよ僕。ここをね持っているなぎなたはなんとね自作なんですよ。あと弓もねこう胸のアーマーに貫通してます。どんなね弓の名手が撃ったんでしょうね。あとね後ろです、カゴ、このカゴの中にもちゃんとねいろんなね武器が詰め込まれてるんですよ。ジェノスピノのね AZ 魚雷ランチャーだったりコンバットライフルだったりいろんな武器が入ってます。とてもシーンもね湧いてきていいです。あとね背景もいいですよね、写真の撮り方もとても素晴らしいです。準優勝おめでとうございます。そして優勝作品がこちらです。その名もキャタキャンパーというね作品になります。ザ親子のゾイドと言っても過言ではないでしょう。これもね遊び心がもう大好きです。キャンピングカーならぬ
キャンピングゾイドっていうんですかね、このキャタルガが引っ張っている、ここにね上にトレーラーがあるんですよ。そして後ろにキャンプをする、もうね一区画の森がね作られてるんですよね。移動式のキャンプです。もうね片山これに乗ってみたいです。細かいところにもね工夫がされていて、このねトレーラーの屋根、ここがグソックのアーマーになってるところも僕大好きです。文句なしの優勝です。おめでとうございます。親子部門たくさんのご応募ありがとうございました。いやもう親子でねゾイドの改造を楽しんでもらえて、もう素直に嬉しいです。コメントを見てても親子でねどんな設定にしようか、どんなゾイドがねあったらかっこよくなるかっていうのをねよくね考えて作ってくれたんだろうなと感じます。お父さんが塗装、そしてねお子さんがジオラマってね、まあ、分担して作業したりとか、ああでもないこうでもないってしながら親子で協力して改造を楽しんでくれた結果だと思います。これからもたくさんゾイドをね親子で楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございます。